リトアニアにおける各都市の1リトアニアの都市の一覧では、リトアニアにあるそれぞれの市の市長、人口、文献に初めて登場した都市、市に制定された都市、属する自治体を示す。リトアニアには103の市があり、これらはリトアニア議会によって定められている。現在のリトアニアでは人口3000人以上であることと、その3分の2以上が第2次及び、 第三次産業に従事していることをもって死とされる。現在の人口が3000人以下であっても、かつて3000人以上であったところについては死のまま存続している。なお、死より小さな自治体は町、村と呼ばれる。これらは居住地と呼ばれることも多い。リトアニアの都市は13世紀から14世紀、リトアニア大公国時代に形成され始めた。リトアニアで 最初の都市は1257年に市となったクライペダである。リトアニアの多くの都市は18世紀以前に交通や貿易の要所に建設されたものである。それ以後は鉄道の要所などに都市が作られた。人口10万人を超えるのは5都市のみ、人口2万人を超えるのも18都市のみであり、大半の都市は小規模である。2001年現在、 人口の66.7%が都市に住んでおり、その割合は年々増えている。ありがとうございます。